皆さんこんにちは。今日はこちらのゴードンミラー蔵前から商品のご案内をします。よろしくお願いします。はい、今回はコーデュラ防水フロントシートカバーをご紹介させていただきます。まずカラーなんですけれども、こちらのコヨーテとブラック、オリーブドラブ、ダークグレーの4色で、構成されています。で、素材としましては305デニールオックスのポリエステル素材ということで、コーデュラさんの中でも、まあ、通常のノーマルの素材を使わせていただいております。で、耐久性と撥水加工をしておりますので、表面に水が濡れても大丈夫なようになっております。さらに裏面にはこのように PVC 加工を施しておりますので、雨に濡れてびしょ濡れになっちゃってそのまま座ってもらってもシートに水が滴るみたいなことは、染み出るみたいなことはありません。で、カラーなんですけど、このカラーはゴードンミラーの特別色となっております。特別の別注となっておりますので、通常の店では買えずに、オートバックスだったり、こちらのゴードンミラー蔵前の方ではお買い求めいただける特別なものになっております。で、デザインになりますが、このようにとてもシンプルでソリッドなデザインになっております。従いまして、どんな車でも取り付けもできますし、インテリアコーディネートができるかなと思います。さて、ここから実際に取り付けの方法をご説明差し上げます。はい、それでは取り付けしていきます。まずお買い上げいただいたとき、この袋の中にこのような状態で入っています。これ取り出すとこのように丸まってますので、これまず開いていただきます。開いていただくとこのようになっておりますので、まずはここをヘッドレストに引っ掛けます。はい、引っ掛けていただくと上はもうガチッと止まりますので、腰紐が下に出てます。これを後ろに回して、でこちらで止めます。で、あとは紐の長さを後ろで調節します。で、あとヘッドレストなんですけども、こちらも両方ともこのようにパラコードで絞っていただくとちょうど合わせるようになっております。これだけです。で、ここまで来るとあとはもう座っていただいた時に実際にこうずれないようになっていくかなと思います。至って取り付けはシンプル簡単です。紐のところだけ裏を取りますので注意が必要になりますので、そこだけ注意してください。それでは実際に車に付いた状態をご覧ください。